トリンチェーサーです。今回はこちら、チョコエッグスーパーマリオブラザーズワンダー、こちらが発売されました。全15種プラスシークレット1種類ということで、今回も3色を開封していきたいと思います。はい、今回のラインナップはこんな感じで載ってますね。はい、デイジーもいるじゃん。さあ、30個で揃えれるかな。なんか揃えそうな気もするよね。とりあえずシークレット出ないと話にならないような気もするから、シークレット出てくれたらいいな。1個目、オレンジカプセル。誰だ、記念すべき1個目は誰。8番、デイジー。お、やったー、デイジーだよ。デイジーボケてた、ボケてた。スカートが今回ひらひら、え、面白い。で、足がこういう感じなのね、こういう感じで刺さって、いや、いいね、ふわっとした。あ、でも思ったよりお顔が小さめ。こっちで刺すのかな。あ、手首がね、こうだもんね、こうだね。あ、手首、え、これ折れてるわけじゃないよね。ここでパーツが切れてるので、なんか不思議な感じ。あ、でも、引きで見るとクオリティ高い。ちょっとアップにすると、正直言って顔のところにボコボコがね、あるの、個体差の一つだと思うんだけれども、仕方ないと思うんだけど、それがちょっと残念。いつもだと、もっとお顔のパーツが大きくて、ちょっとディフォルメされたような感じなので、まあ、新しいっちゃ新しい。このスカートのドレスのね、広がり具合は、いい。めちゃくちゃいい。かわいい！嬉しい一発目。これで、マリオ出ないとかだったらウケるよね。どうなんだろう？出現率というか、封入率というか。さあ、2個目は？誰だ？ん？土管？尺取り虫土管です。こんなのあるの？これはね、組み立ても簡単だね。え？で？こういう感じ。あー、これがね、支えみたいになるのね。お顔どこに行った？あ、あったあったあった。お顔。はい、ということで。尺取り虫土管。こちらはね、14番です。面白い。3つ目。え、面白い。三つ目は、あるかな。お、マリオじゃない？マリオ。うん、マリオ。4番のマリオ。泡マリオ。あ、泡マリオ。泡が？お、ちゃんと泡してる。透明だ。あ、マリオはなんかいつもの感じだね。手のひらの向きがね、焦る。よくわかんなくなる。で、泡を、こんな風に手に乗っけるの？泡の方向としては、先の方が膨れてる感じ。こうか。手がね、こうなってるから、どっちが前か、後ろかわけわかんなくなるけど、これ！ふーってしてる。ふーって。面白い。そう。デイジーの顔もこの大きさだと思ってたから、意外すぎるよね。こんなに顔の大きさ違うよ。同じシリーズっていうかね、同じ回に出てきたバージョンとは思えないぐらいのさ。はい、続いては、ピーチ姫も見たいな。ピーチ姫もデイジーっぽい感じかな。さあ、四つ目は誰？お、ヨッシー。ヨッシー。お、お花持ってる。この花がでかい。すごいすごい。え？あ、体あった。びっくりした。そんなわけないよね。え、で、間を通すの？え、面白。ちょっと待ってね。間を通してから、
じゃないといろいろと、あれかも。めんどくさいかも。おぉ、すごいフィット感。で、ここに、上乗っけて、キュッ。で、お尻も刺して、くさ。で、あ、顔。顔はどのタイミングが良かったんだろう。あ、でもこのやり方で、良さそう。で、こうしてから、ここに刺す。あ、ちょっと飛んでる感じ？飛んでる感じなのか。面白い。え、すごーい。面白い。え、これかわいい。すごい。いいね。はい、じゃあ続いて。いや、かぶらずどこまでいけるかな。お、今回は、誰だ？お？これもかぶってないじゃん。10番？フロリアン王子。フロリアン王子。こちらはお顔のパーツ大きめで、かわいいです。かわいい。このフォルムがかわいい。たまんない。リアルな虫は苦手だけど、これはかわいい。かわいい。はい、続いては、パッコンフラワーもあるのかな、あるっぽいね。みたいな。え、なんだ。あー、出た出た。尺取り土管だっけ、尺取り虫土管。2個目。はい、続いては上の段からダダダダといきますよ。シャクトリオンパレードはやだな。あ、パックフラワー来た。あ、パックフラワーじゃないのか。ランランパックンだった。ランランパックンって名前なの。え、これは足ついてるからランランなの。本当に楽しそうなんだけど。いや、面白い。え、ランランパックンだって。かわいい。体で楽しさが表現されてる。あ、舌もちゃんとある。面白い。ランランパックン。面白い。面白いな。マリオ、あ、ルイージもいるらしいよ。やったね。ピーチ姫もやっぱりお顔小さいな。なんか、しかも角度がね、不思議なんだけど。こういう感じ？あ、こうなるの。え、うん、これは素敵。ジャンプしてる感、躍動感がすごい出るね。スカートもいいんですけど。へえ、このスカートの広がり方っていうかね、この 3D 的な表現の仕方はすごく、素敵。髪もふわっとしてて、表情もいい。すごいすごい。すごいね。これめっちゃ可愛いんだけど。で、手のあたりとかも、こちらはもうくっついた状態なので、壊れる心配とかもない感じ。足だけね、ちょっと細いパーツがなくなりそうなのが心配だけど。いや、嬉しい。続いて。デイジー、ピーチが出たので、今回はかなりもう、心が落ち着いている。あ、ルイージゲット。ルイージー！すごい、手にくっついてる。こちらも手の方向がわかりにくい系だったけど、こうなります。ヤッホーイって感じでいいね。元気な感じ。なんかルイージの顔はなんかこう、おとなしめだね。やった、すごい、結構嬉しいんだけど。こんな感じで揃っていくのはテンション上がる。いや、シークレット欲しいなー。あとはね、黄色いお花とかもあるっぽい。あ、デイジー、2体目。ちょっとデイジーは組み立てるの大変だから先に開けちゃう。なんかマリオもいくつかあるっぽいよ。
そうだ。あ、よし、2個目。まあ、こんだけ出れば被ってくるよね。全部で15種類だから。個人的にはね、保管用と飾る用で、とりあえず2個ずつ欲しいんだよね。あ、これは、フラワー、歩くやつ。ランランパックン。お、2個目ゾーンな感じかも、みんな。新しいの欲しいなぁ。まあ、こんだけあれば来るでしょう。軽いなぁ。なんだこれ。あ、王子様。はい。3段目の。1段目？一番上の段全部。いけちゃうよー。どれかな、めっちゃ軽。え、何これ、文字ついてる。さあ、出発だって。何これ。シークレットではない。セリフプレートが全3種あるらしい。おしゃべりフラワー。さあ、出発と、何事もタイミングが大事と、どうやってここにがあるらしい。とりあえず1種類目ゲット。え、面白い。後ろにプレートが立つようになってて、本当にね、吹き出しで言ってるような、ちょうどいい立体感。面白い。半分くらい開けた感じかな。今で16個残ってる。14個開けたのね。あ、ちょうどこれで半分？さあ、次は誰が出るかな？お、出てきてない子が来てほしいな。かぶった。これが意外と出やすいのかな？ヨッシー。あ、ヨッシーじゃない。え？さっきはヨッシーだったよね。7番。え、これも、ん？キノピオ？キノピオだ。青キノピオ。青キノピオも同じパターンだね。ここに刺すのかな？ここに刺して手で持たせるから、手のとこくぐしてから、お腹に刺して、で、体かな？草。かわいい。で、上。かわいい！これはかわいい。これもかわいい。さっきのね、9番はヨッシーだけどね、7番のお花のキノピオもいるってこと。いや、いいね。あ、2ついいね。これはヨッシーだったよね。これはヨッシーだよね。はい、ということで、1個増えたよ。こうやってどんどん増えてってほしい。なんか変わったマリオ？なんかゾウみたいなのとかもいるっぽいんだけど、全然気配ないね。誰だ？マリオ。普通の、何？ 1 番。マリオ。あ、ルイジと同じお花持ってる。なんかポージングもお揃いな感じ。面白い。はい。ということで、マリオ出ました。なんだかこの安心感がね、ありますね。肌ツヤいいな。マリオ。いいね。楽しい。あとこのゾウみたいなのとか、なんかこんな、なんか喋ってるような感じのやつがいる。そう、赤い、なんかマリオがこう、何かに変わってるやつ。わ、ぎっしり、何これ、今までいないぎっしりなんだけど、何これ。あ、これがゾウか。え、違う、シークレットだ。シークレットなんだけど、ゾウルイージだった。これは面白い。はい、ポージングはさっきのマリオみたいな感じだから、なんかこういうポーズのがいっぱい揃うって感じ。面白い。シークレットゲットできちゃった。やったね。これはちょっとコンプできそうな気がしてきた。よし、先を開けるぞ。むしろシークレットより出づらい何かって何でしょう。揃えるの大変そうなのはフラワーだよね。フラワーのやつが集めれるかって結構重要かも。あ、ルイージ、普通のルイージ。
やったね。これなんだ？軽い？細かいパーツ？あ、泡マリオ。さあ誰だ？ルイージー、ルイージー結構来るね。なんか前もそうだったかな。え、ゾウのマリオ欲しいな。むしろ、ゾウマリオが出ないとか気持ちで悩んだら嫌だけど。ゾウマリオ来てほしい。あのぎっしりにもう一回会いたい。何これ、何これ、ドリル、あ、ドリルマリオです。あ、ドリルだったのね。このドリルも浮くのか。面白いな、今回、やっぱり。風圧来てる、風圧。前髪上がってる。うーん、いいね。ドリルのこの、ちゃんとドリルっぽいところが、すごくいいと思います。おー、いいね、いいね。回ってそう。で、今回比較的順調じゃない？まあ、いつもこんなもんか。で、最後の1個2個は本当に永遠と出ないみたいなね。いや、ゾウマリオでそれはしんどい。むしろなんかこう、ね。パパと来てほしい。デイジー、デイジーが被るのはね、個人的にはあり。かわいいもん。なんかパーツ的にも壊れそうだからちゃんと予備欲しいし。ほいほい。誰だ？ああ、でもデイジーいっぱい出るな。デイジー。同じ数ぐらい、あの、ピーチも欲しいんですけど、ピーチは、あの1個以来来てなくない？ピーチの方は出づらいかも。さあ、どうだ？何事もタイミングは、大事。肝心じゃなかった、大事。出た！出た！おしゃべりフラワー。やったね。2種類目。いいねー。ほんと大事。タイミングね。めっちゃ軽い気がする。あ、むしろもう一種類が来てくれたらそれはそれでいい。どうだ、あ、違う、青マリオ、これも結構来るね。ゾウだわ、ゾウが来ない。30は難しいかな。お、ゾウマリオ来た、やったー。これでね、重さからは解放。ルイージと同じポーズかと思ったら、こっちのマリオはなんかちょっと強そうだね。勢いがある感じ。かっこよくない？パワーを感じるゾウマリオだった。あと4つだよ。あとね、来てないのは、これですね。これ何？と、これ？と、フラワーのもう一種類。あ、結構来たじゃん。え？クイップできちゃうかも？ 1,2,3。まだ可能性はあるね。よし、来い来い。さあ、どうだ？お、軽いよ。これは来たか。あ、嬉しい嬉しい。ピーチ姫。残り3つ。出てないのは？あと2つ。2つ？ 3 つ。あ、これも軽いよ。これフラワーじゃない？フラワー違い。フラワーだけど、ランランパックンの方ね。パックンはフラワー？はい。ということで、コンプできないじゃん。あー、今のおしゃべりフラワーだと思ったのになー。人生そう思うくらいいかないね。あ、キノピオーン。これも好きだから、オッケー。さあ、ラスト来るか。なんかね、赤いのでかいっぽいから、正直言って、コンプまでのこと考えると赤いの出てくれたら、いいんだけど、うわ、微妙。
何これ、ヨッシー、あ、ヨッシーだ。はい、ということで惜しいは惜しかったけれどもコンプはできなかったですね。うーん、悔しい。はい、ということで今回ゲットしたキャラ並べてみるとこんな感じ。うん、どれもいい感じで可愛くて最高。はい、ということでラインナップを見てみると、1番マリオ、2番ルイージ、3番ゾウマリオ、4番青マリオ、5番ドリルマリオ、6番ピーチ、7番青キノピオ、8番デイジー、9番ヨッシー、10番フロリアン王子、11番プルプルマリオ、12番おしゃべりフラワーが3種類あって、13番トッシン、14番シャクトリムシドカン、15番ランランパックン、そしてシークレットがゾウルイージでした。残るはプルプルマリオとトッシンとおしゃべりフラワーってことで、プルプルマリオとトッシンはでかそうだから重いのも選ばなきゃダメだもんね。めちゃかると重いのが私が狙うべきやつかなー。早く会いたい。まあでも今回ね、シークレットのゾウルイージゲットできたので大満足。しかもね、ちゃんとデイジーもピーチも出たし、いつもお姫様は誰か一人は出ないとかっていうことが多かったので、それはね、回避できたのが本当に良かった。意外と開封していてデイジー率も高かったし、ピーチも2回来たので、そんなにないわけじゃないというか、平均的に入ってるような気もします。今回のスーパーマリオブラザーズワンダー、ラインナップとってもいいので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回は新商品のチョコエッグの紹介でした。いかがだったでしょうか？では、次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、トリニチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。